超いい演奏だったよ。あ、メイコ、聞いてくれてたんだ。えへへ、新年最初の練習だから気合入っちゃいました。練習の後はお楽しみも待ってるしね。お楽しみ。ああ、駒回し大会のこと？うん。メイコさんたちがすっごく楽しかったって言ってたから、私もみんなとやりたかったんだ。その駒って確か、サキたちが初売りで選んだんだっけ？そうそう。他にも、シホちゃんとメイコさんに服選んでもらったり、いろんな福袋見たりしたんだよ。あ、そういえば私たちにもお菓子の詰め合わせ福袋を買ってきてくれてたよね。いろんなお菓子が入ってたし、初売りの気分を味わえて楽しかったな。そっか、よかった。お土産といえば、お兄ちゃんとしずく先輩にもプレゼント買ったんだ。お兄ちゃんには水筒で、しずく先輩には尻尾がモコモコのうさぎのブローチ。しずく先輩のは、しほちゃんが選んだんだよね。ちょっと、さき。ふふ。お姉さんとお揃いで、自分の分も買ってたよね。めいこさんまで。へえ、しほがしずく先輩とお揃い。ちょっと意外かも。初売りで、偶然お姉ちゃんの友達に会ったんだけど、その人が一緒に買ったらって提案してくれたんだ。私でも使いやすいアレンジも教えてくれて。だから、私も使ってみたいなって思って。おお、もしかして今日カバンにつけてたやつかな。キーホルダーにして使ってたよね。しおちゃん、カバンをじっと見てたからなんだろうって思ってたんだ。な、それだけ気に入ってるんだね。うん。まあ、こういうのいつもはあんまり持ち歩かないんだけど、たまには悪くないって思ったかな。おお、じゃあ今度は可愛い服にも挑戦して。それとこれとは話が別。そういえば真冬、この前あげたシュシュ使ってくれてる？たまに作業してる時とかに。お、じゃあ今度集まる時つけてきてよ。真冬がつけてるとこ見てみたいんだよね。っていうか、みんなで一緒につけようよ、お揃いで。水木のお姉さんが私たちに作ってくれたシュシュって真冬のと同じデザインなんだっけ？そうそう、奏はどう？髪を結んでくるくらいなら。面白そうな話をしているわね。ルカ、聞いてたの？ええ。様子を見るだけのつもりだったんだけど、楽しそうでつい出てきちゃったわ。あなたたちが同じものを持つなんて、珍しいもの？確かに、あんまりないかな。まあ、たまにはいいかもね。お揃いって、なんとなく繋がってるって感じするし。あ、うん。そうだね。そうだ。せっかくだし、ルカたちも一緒につけようよ。みんなのは僕が作るからさ。あら、いいの？じゃあ、楽しみにしているわ。任せて。お姉ちゃんほどうまくはできないかもだけど、とびっきり可愛いのプレゼントするから。楽しみだな。戻ったら早速記事探しちゃおっと。それなら、そろそろ帰る。あ、待って待って。その前に、みんなで一緒に歌いたいな。え？どうしたの？急に。なんとなく？今感じてる気持ちを大事にしたいなって思って。それにほら、一緒に歌ってると同じ気持ちになって繋がってるって感じもするし。まあそういうことならいいけど。私も。それなら、私も混ぜてほしいわ。水木がどんな気持ちを歌に込めるのか、興味があるもの。ありがとうみんな。じゃあ行くよ。君の夜をくれ。だったらすっきりした。みんな付き合ってくれてありがとう。私もいい気分転換になったよ。そうだね。じゃあ早速シュシュの材料買いに行こっと。りんのはフリルモリモリにしたいな。メイコは落ち着いた感じにして、カイトは作るって本当に全員分なわけ？捕まえるのが大変そうね。その時はルカも協力してね。